皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。今回はBレジェンドのアプリがリニューアルしまして、でちょっとね、使い方とかいろいろね、こう分からない部分があるかと思いますんで、今日はね、開発者の上平さんをお招きしたんで、細かい部分全部ちょっとお伺いしていきたいと思います。どうも、開発者の上平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、新しくBレジェンドアプリリリースされましたんで、その使い方ですね、もう最初のインストールのところから、購入まで、やっていこうかなと思いますんで、Bレジェンド染田さんが、今やってくれますので、それを、皆さんもですね、ちょっと真似して、ダウンロードしていただきたいなと思っております。じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ちょっとやっていっていいですかね。はいはい、まずなんですけど、インストール方法なんですけれども、Android と、iOS 使ってる方がいらっしゃると思いますので、今日は、Android で、ちょっとやっていきたいと思います。はい、Android の場合はですね、画面にあります、Play Store というですね、ところですね、三角形の、なんか三角形がですね、こう横になったようなこういう、マークが書いてあるところから、アプリをダウンロードまずしてください。じゃあちょっと押していきますね。はい、お願いします。はい、よいしょ。はい、開きました。はい、開きましたね。開いたらですね、検索の窓が、上の方にあると思いますので、そこをクリックしてください。はい。出ます。はい。で、クリックしていただきましたら、Bレジェンドと打っていただければですね。はい。出てきました、ね。出てきました。はい。はい。そうしましたら、一番トップに、リアルスタイルの、Bレジェンドのアプリが出ますので、右下に、インストールという、ボタンがあるかと思います。そこをクリックしていただけますか。はい。はい、で、Apple、iOS の場合はですね、Apple Store という、アイコンがですね、必ず、iOS の、スマホのどこかにあるはずですので、ちょっとそれを探していただいてですね、Apple Store の、ところから同じような形で B レジェンドと打っていただいて、インストールしていただく形ですね。もうすでにね、ダウンロードしていただいている方いらっしゃるかと思うんですけれども、そちら、古いバージョンになりますので、更新という、インストールというボタンのところに更新というボタンが出ているかと思いますので、更新、押していただきますと、新しいバージョンに更新されますので、ぜひ、最新版のものを、ね、使っていただければなと思います。はい、はい。はい、じゃあですね、ダウンロードできましたでしょうかね。あ、できましたね。はい、そうしましたら、右下の方に、開くというボタンが表示されているかと思います。あ、されてますね。はい、それか、もしくは、トップのところですね、トップのところに B レジェンドっていう、丸っこいアイコンが、できていると思います。ですので、そちらを押していただくか、開くというボタンを押していただければ。はい。はい、はい、開きましたらですね、メールアドレスと、パスワードを入れてくださいという、トップページが出てきます。で、そこなんですけれども、入れていただくのはですね、うちの B レジェンド公式ショップですね、公式ショップで使っている、メールアドレスと、パスワードを入れていただければと思います。うちのですね、B レジェンド公式サイトの会員登録がお済みでない方は直接ですね、公式サイトまで行っていただきまして、ちょっとお手数なんですけれども、会員登録をまず済ませてから、こちらの、アプリを使っていただければなと思います。今回、B レジェンド染田さんは、もちろん、うちのサイトの、会員ですので、そちらの、メールアドレスとパスワードを使って今回ログインしてみます。はい、はい、ログインしてみましょう。わかりました。で、概要欄に公式ホームページで買える URL 貼っておきますんで、もしこのアカウントをお持ちじゃない方はそこから飛んでいただいて、まず登録をお願いいたします。じゃあちょっと入れていきます。はい、なんていうか、アカウント、入れました。はい、入れました。はい、ありがとうございます。そうしますとですね、最初、キャラクターがですね、出てくるんですね。はい、これがですね、リニューアルした、アプリのまず第一の機能でして、皆さんの固有のキャラクターっていうのが出てくるんですね。
で、まあ、固有のキャラクター出てきてですね、それが、まあ、実を言うと、プロテインを飲んでいくごとにどん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 成長していくというような、機能がまず一つ搭載されております、かわいい、はい、めっちゃかわいいですね、まずですね、ちょっとまあ、皆さん最初ということなので、皆さんまあかわいいキャラクターをですね設定してありますんで、そちら確認していただければなと思います。で、まずやっていただきたいことなんですけれども、右上の、メニューというところから、はい、ユーザー設定というのがありまして、はいはい、ニックネームを決めるところと、身長体重を入れるところがあるんですね。でそちらをまず設定していただければですね、皆さんの、固有のキャラクターっていうのが出てきますので、そちらをまず入れていただきます。はい、まあ、染田さんは、今リンゴホエーというキャラクターが出てるんですけれども、はい、皆さん、まあ、ちょっと違うキャラクターが出てくるかと思います。はい、で、本日は、1番目の機能がですね、こういうふうにあの育てる、キャラクター機能というのが搭載されてるんですけれども、うん、もう、一つ、すごく大きな機能が備わってまして、ショッピング機能というのが備わってます。で、そちらからですね、まあ、うちのですね、サイトにアクセスしていただきまして、B レジェンドを購入していただきますと、実を言うと今、ポイントが10倍になるキャンペーンをやっております。10倍ですか？すごいですよね。10倍10倍ってすごいですよ。10倍はありえないですね。はい、だからもうあの 10% 引きと同じですので、はい、もうぜひ皆さんですね、これをこの機会にですね、どんどん買っていただいて、ポイントを貯めていただければなと思うんですけれども、まあ、そのやり方も、今日ちょっと解説いたしますので、最後までちょっとお付き合いいただければと思います。はい、トレーニング管理、ショッピング、それからニュースという、3つ、下の方にですね、アイコンが出てるんですけれども、今日は、ショッピングのところの、解説をさせていただきますので、まずショッピングというところを押していただきます。はい、はいはい、そうしますとですね、うちの、公式サイトにログインした状態で、公式サイトに飛べるんですね。これがまず一つのポイントなんですけれども、アプリから飛びましたよっていう、ことがそこで分かりますので、ぜひですね、アプリから、うちのサイトに飛んでいただければなと思います。で、まあ、何か、ちょっと買っていただけますか？染田さん。わかりました。何か足りないものあります？僕やっぱりちょっとバナナが好きなんで、はい、この新製品出たばっかりの、はい、いいですね、この5キロのバナナを、バグ飲みするために買い購入させられますね。ちなみに開発者の上平はですね、B レジェンドでしたらベリベリベリーが好きですね。あとパッションもおすすめですかね。僕もその2つ大好きですよ。大好きですか？美味しいですよね。美味しいですよ、ほんまに。バナナはでもちょっとやっぱりこれ寝る前の牛乳割りでよく飲むんで、あとは 10% つきますからね、皆さん。 10% つくってことはもう 14,800 円の1,480円戻ってくるってことですから。そうですよね。すごくないですか？いや、これなり安いですね、そう考えると。はい、安いですよ。じゃあカゴに入れます。はい、どうぞ。じゃあ見て、はい、入りましたね。はい、入りました。うん、で、ご注文手続きは、もう通常通りです。皆さん、買っていただいている方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、通常通り、進んでいただいて、購入まで、進んでいただければと思います。進みますね。はい。はい、あ、僕の住所出ちゃうこれ。ちょっとカットしておきます、ね。あ、お願いします。あの、モザイクかけてください。はい、カットじゃないか。はい、まあ、代引きでまずは行きましょうか。代引きで、代引きで、代引きで、はい、選択しました。はい、で、うち下のところですね。はい、はい、で、はい、確認します。はい、で、購入まで進んでいただくと。はい、あ、OK ですね。はい、あ、僕の住所出てる。はい、はい、注文確定してください。はい、はい、そうしましたらですね、加算ポイントというのが、一番上に出るんですけれども、そこが、完全にもう10倍になったポイントで、加算されるポイントが出ますので、はい、まあ、どれぐらいポイント加算されるんだろうっていう気になる方はですね、購入完了の画面の一番上ですね、出てる、はい、今1480ポイント出てるんですけれども、一番上を確認していただければ、はい、購入完了の時の、加算ポイント出てますので、そちらを確認してください。はい、で、アプリに戻る方法なんですけれども、右上のバツボタンですね。はい、ここですね。バツボタンをクリックしていただければ、はい、はい、またアプリに戻ります。あ、戻っちゃった。戻りましたね。はい。はい、ということでですね、まあ、
この10倍キャンペーンが終わった後もですね、常にアプリから買っていただくとポイントが今度2倍になります。2倍です。2倍でも大きいですよね。はい、2倍でも大きいですよ。はい、はい、ですので、まあこれからですねアプリをまあインストールされた皆さんはですね、ぜひアプリからですね購入いただければかなりお得にポイント貯まっていきますので、ぜひアプリから買っていただければなと思います。はい、というわけで、今日のところは、機能としては、ショッピング機能の紹介と、育てるキャラクター機能というところの紹介させていただきましたけれども、次回はですね、まあ、左の方ですね、下のアイコンの左の方にトレーニング管理という、トレーニング管理機能というのが、また、新しくですね搭載されておりますので、はい、そちらのちょっと解説をさせていただきたいなと思います。あ、楽しみですね。はい、ちょっと僕覗きましたけどかなり便利ですよね、こっちもね。便利ですね。はい、はい、ありがとうございます。では、本日のところは以上となりますが、わかりました。はい、それではこちらのね動画が良かったという方はグッドボタン、チャンネル登録の方またよろしくお願いいたします。それでは続きね、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。